アルノルド・ダ・ブレシアのモニュメント家系になって白骨になったアルノルドの周りの聖職者と役人アルノルド・ダ・ブレシアは中世イタリアの宗教改革者。神学者、アベラールの弟子で、旧神的宗教改革運動アルノルド派の指導者で、ある、ブレシア出身。両親、老いたちは不明だが、修道士となり、パリを出て、ノートルダム大聖堂附属学校で、 アベラールの抗議を受け影響された。1119年、死が負傷し修道院に陰性すると教理に戻り、修道院長になる。そこで、聖職者の世俗権力の行使を否定し原点に戻るべきと唱えたため、ブレシアの死教や聖職者たちに衝撃を与え、教皇インノケンテウス二世院の命により、1139年に、死から追放された。ルロー下のチパリに出て、 進学の塾で生計を立てたが、国外追放処分となり、スイスのチューリヒで学友の数奇教にかくまわれたが、数年間行方をくらました。1145年、市民自治を求めて、動乱状態にあったローマに現れ、教皇の世俗権力を否定し、共和制の古代ローマのような市民と貴族の代表者による元老院統治を再興させた。しかし、混乱は収まらず、 神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ一世に支援された市民自治を認めないハドリアノス四世は教皇となるとアルノルドの追放を求めローマ市に政務停止を命じた。3日で市民は音を上げ元老院はアルノルドを追放した。市民の罵倒の中市街に出て近郊の城にかくまわれていたが進軍してきた。 皇帝軍に捕らえられ、遺端審問書で、縛り首の後、家計にし一回は川に捨てられた。H. グルントマン、中世遺端史、総文社歴史学総書、1980年 P36。ありがとうございます。